当社の最新のコーニングネジ切板はコーニングとネジ切り操作を単一動作で行うことを可能にしました。機械の上にあるダイヤルで使用するチュービングのサイズを選択できます。サイズはそれぞれ中等圧チュービングで4分の1、8分の3、16分の9、1と4分の3インチ、高圧チュービングで4分の1、8分の3、そして16分の9インチ、そして超高圧チュービングは16分の5インチが選べます。製造する管のサイズをダイヤルでセットすると適切な長さのネジ切り板が自動にオペレーターにセットされます。ここでは8分の3高圧チュービングを行いますので、このようにダイヤルをセットします。機械の上面には運び台の作業位置、管の挿入位置、コーニング位置とネジ切り位置が表示されます。レバーハンドルを動かすことで作業台の位置を自由に動かすことができます。まず機械を管を挿入する位置の中央に置くところから始めます。そして管を機械に奥まで差し込みます。操作者は統一されたスピードで管をしっかりとねじ込むことが簡単にできます。これでコーニング操作の準備ができました。ハンドルレバーをコーニングと表示された位置に引きます。オイル飛び散り防止のシールドは必ず操作前にしっかりと下ろします。では機械をオンにします。コーニングを進めるハンドルを手前に回すとコーニングの刃が管の方へ動いていきます。コーニングが行われているということは感覚と音で感じることができます。最後まで終わり完全に止まったら、今度はハンドルを逆に回すと管からコーニングされたネジが取り出せます。コーニングされた先端とネジ切りされた先端へのオイルはそれぞれの回転軸の中心から供給されることで、まさにカッティングが行われている部分にオイルがつくようになっています。さて次は保持板をネジ切り位置に押し込みます。レバーハンドルを台ヘッドが自給する位置にまで手前にしっかりと引きます。一度ネジの端まで届くと台ヘッドは自動的に開き、コーニングとネジ切り操作が完了となります。レバーハンドルを逆に戻すと台ヘッドが自動的にリセットされます。これでまた次の管のコーニングとネジ切りの準備ができました。 MAX プロテクノロジーのコーニングとネジ切り機の特徴です。コーニングとネジ切りを単一動作で行うことで製造時間を短縮します。ダイヤルによる管のサイズのセッティングで自動にネジ切りの長さがセットできることでセットアップの時間を短縮します。カッティングオイルは回転軸の中心部から供給されます。オイルは密閉された容器に保存された状態で納品されます。また大きな取り外し可能なチップバスケットもついています。取り外し可能なバスケットにある穴はオイルを排油し、金属片をきれいに取り除くことができます。シールドには安全装置がついており、機械を使用している際にシールドが上がると自動的に機械が止まります。大きな緊急停止ボタンは緊急時に押すことで安全な方法で機械を停止することができます。
旋回ロック付きキャスターは機械を安定させ、ロック時には動かず安全に作業することができます。ロック解除時には簡単に作業所で機械を移動することができます。これはコーニング、ネジ切り機を安全に持ち上げて輸送するためのものです。この引き出しにはたくさんのレンチ、セットアップツール、コーニングの刃、ネジ切りの部品を入れることができます。どのサイズのチュービングを使用して作業するかによって、さまざまな部品が含まれたツールセットを購入することができます。機械のセットアップに必要なヘックスレンチがついています。コーニングの刃は付属のヘックスレンチで簡単に行うことができます。セットアップツールでツールのサイズを変更した後の台ヘッドを簡単に調整することができます。機械には容易に取り出せる場所に分かりやすい操作説明書がついています。マニュアルコーニングとネジ切りツールセットは当社にて購入できます。このセットは16分の9インチまでの中等高圧のチュービングに必要なツールが含まれています。